こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。なんと、ロシアが極超音速ミサイル発射テストを成功という発表が、ロシア国防総省からありました。どれくらいの速さで飛んでくるのかは、今回詳しく見ていきます。マッハどれくらいだろうか？かねてより、最も実戦配備が間近な極超音速兵器としてロシアが、開発中だった 3M22 ツィルコンが、2020年10月6日に艦艇からの発射実験を成功させたとロシア国防省が発表を行った。極超音速兵器とはマッハ5以上の飛翔速度を持ちながら通常の弾道ミサイルのようないわゆる弓なりな軌道を描かずに目標に向かって飛翔するコースを変化させられるミサイル兵器を指している。従来の弾道ミサイルも500キロ程度の比較的短い距離射程のものでも速度自体はマッハ5を超過していたが、一度発射されてしまえば軌道が把握されてしまい、それゆえに迎撃が可能とされてきた。今回、3M22 ツィルコンミサイルは、北海上のフリゲート艦、アドミラル・ゴルシコフから発射され、約450キロ先の洋上の目標、敵航空母艦を想定したものに、マッハ8を超えて飛行し命中したとされる。3M22 ツィルコンミサイルは、これまでも、陸上の目標への命中を、成功させていたが、今回のように、今後は、水上戦闘艦や潜水艦へ搭載し、洋上の敵艦艇を攻撃可能な極めて、迎撃の困難なミサイルになるとみられる。極超音速兵器には、大まかに、2つの方式があり、今回の、3M22 ツィルコンミサイルは、通常の航空機のように翼と機関部を備えた巡航ミサイル型の同兵器ということができる。もう一つの極超音速兵器の方式は本体に機関部は備えていないものの、発射後も飛行コースを変更することが可能な滑空ミサイルと呼ばれる形式であり、文字通りグライダーのように空中を滑空する。この代表格とめされているのは、中国の2019年の軍事パレードでも存在が確認された古地17号ディフェンダー -17 ミサイルで、最大マッハ10の速度で、射程距離も1800キロ以上に達すると言われている。ちなみに、こうした極超音速兵器において、世界最大の軍事大国であるアメリカが出遅れている感があるのは、1987年に当時の旧ソ連と締結していた他中距離核戦力全廃条約、INF 条約の存在が指摘される。この中距離核戦力全廃条約は、核という文言を含むものの、それに止まらず、射程500キロから5500キロの短中距離にあたる地上発射型弾道ミサイルと巡航ミサイルの保有を制限するものだった。当時のアメリカとソ連との冷戦構造下では、こうした短中射程距離のミサイルの制限は、
前線となるヨーロッパを直接的な脅威から遠ざけるものとして、そうした地域の国々に歓迎されてきた側面もあった。しかし、一方で1990年代に入ると、中国の軍備の拡張が進み、アメリカとソ連は表面的に中距離核戦力全廃条約によって短中射程距離のミサイル開発が抑制されていた隙をつく形で先行を許すことにつながった。結局2019年2月にはアメリカ側が旧ソ連から条約を引き継いだはずのロシアに対する不信感を理由に中距離核戦力全廃条約は破棄が通告され、同年8月に失効し、アメリカとロシアもこの分野の開発を完全に再開した。中距離核戦力全廃条約が制限した内容も、地上発射型弾道ミサイルと巡航ミサイルについてであり、艦艇や潜水艦に搭載するそれらの開発については抜け道があったとも考えられる。しかし、中国の軍備の拡張は予想を上回る速度で進行したことは間違いなく、コチ17号、ディフェンダー -17 以前にも台湾、韓国に向けたコチ11号、コチ15号、コチ16号などのおよそ1500発の短距離弾道ミサイルを配備している。さらに、日本にも直接影響したのが射程約500キロとも言われるコチ21号。ミサイルであり、これを450発中国軍はすでに配備しており、この時点で北朝鮮以上に警戒すべき状態が発生したと見るべきだろう。ロシアの 3M22 ツィルコンにせよ、中国のコチ17号、ディフェンダー -17 にせよ、アメリカ本国は、もとより、日本などその同盟国が頼りとする。大型原子力航空母艦による空母打撃群の存在を脅かす兵器となっている。2020年6月に、日本では陸上配備型弾道ミサイル迎撃システム、イージス・アショアの配備が中止され、その代替案の検討が進められているが、ロシアや中国の言う通りであればこれらの迎撃は困難だろう。そうした状況を背景に、敵ミサイルを迎撃するだけでなく、発射前にそれを破壊する敵基地攻撃の能力を実現する兵器の保有を日本も検討すべきとの意見も一部からは高まっている。しかし、現実的には敵の攻撃を事前に察知し、その発射前に攻撃して破壊しようというのは、移動式のミサイル発射装置の前にはかなり困難であり、近年の湾岸戦争やイラク戦争でもアメリカ軍ですら成功していないようだ。かなり他力本願な考えではあるが、ロシアや中国のこうした極超音速兵器につけ入る隙があるとすれば、まさにこの実戦経験にあり、こうした兵器であっても想定通りの効果を発揮するとは断言できない点だろう。